はい、今回もですね、前回のチョッパーに引き続き、過去に出ましたのフィギュアーツゼロの、商品の方を紹介していきたいと思います。今回はですね、シャーロットプリン、こちらをですね紹介したいと思います。発売は、2018年2月ということなので約4年半ほど前ですねに発売されたフィギュアになります。それでは開けていきます。ちょっと見てください。これ一応ですね、ヨドバシカメラで新品で買ったんですけど、なんかね二重テープ貼ってるんですよ。これ一応未開封なんですけど、なんかあれですかね、中身検品とかして、一回開けちゃったりしてる系のやつですかね。ちょっと詳しい方いたらコメントで教えてくれると嬉しいです。開けていきます。はい、開けました。ですね、こんな感じで結構付属品が多いですよね。顔はですね、パーツが3つ、ついてます。ですね、まずこのデフォルトのやつがですね、テレ顔バージョンということと、こちらが膨れ顔バージョンで、こちらがですね本性バージョンということですね。これ3つ付け替えて、もうお気に入りの顔でですね飾るっていう感じなんでしょうね。まあ、個人的にはやっぱりこのデフォルトのですねテレ顔バージョンが一番可愛いんじゃないかなと思うんで、これで飾りたいと思います。はい、それではですねフィギュア全体を見ていきたいと思います。髪の毛もですねちゃんとこういった形で、まあちょっと陰影をつけていて、結構立体的にリアルに見えるかなっていう感じですね。服もですね、まあ程よくこう陰影というかですね、少しグラデーション塗装、されている感じなので、いつものなんかフィギュアーツよりは、全然仕上がりがいいんじゃないかなと思います。あとこの肩に乗ってるニトロもですね、このクリアパーツで結構綺麗にできているんで、何かこう、アクセントになってますよね。いい感じですよね。で靴なんかは、そんなに陰影塗装もされてないんで、まあ、こんなもんかなっていう感じですよね。やっぱりプリンちゃんの顔がいいですよね。本当に原作に忠実でよく似てるなと思います。このテレ顔バージョン好きですね。では次は膨れ顔バージョン見ていきたいと思います。はい、こちらがですね膨れ顔バージョンです。どうですか、ほっぺたぷくって膨れてますよね。はい、こちらがですね本性バージョンですね。いや、しっかり見つめが表現されてますね。それとですね、おでこのところなんですけど、これ血管が浮き出てる感じなんでしょうかね、それとも個体差でしょうか、ちょっとこの辺は分かんないんですけど、いや怖いですよね。本性ってこんな怖かったでしたっけ。なんか見つめでももっと可愛いイメージがあったんですけどね。まあこれはこれで結構魅力があるんじゃないかなと思います。はい、それではですね高さを見ていきたいと思います。ですね、足元から、頭の先までで、約 14.5cm ほどになりますね。横幅はですね約 5cm ほどになります。はい、ですねグラメンの3次と並べるとこんな感じですね。いやー、グラメンの3次とサイズ感的にちょうどいいですよね。いやー、この2体並べて飾るのいいんじゃないでしょうか。はい、ということで今回は、フィギュアーツゼロの、シャーロットプリンの紹介をしていきました。プリンちゃんはですねグラレディからも出てないので、このサイズ帯ではおそらくこのフィギュアーツゼロだけなんじゃないかなと思います。このサイズ帯でですね、ぜひプリンちゃんを飾りたいと思うのであればフィギュアーツゼロおすすめでありますので、ぜひ入手してみてください。それではですね今回はこれで失礼したいと思います。それでは。